ペレーションパンドラ、それは MO5 への隕石衝突という偽りの計画に紛れ、新型モビルスーツガンダムグリープをアディンに届けるためのオデル・バーネットの身命を賭した秘策であった。彼の作戦は成功を遂げ、オデル自身も仲間たちのもとへ帰還。 MO5 のモビルスーツデッキには3機のガンダムが並び立つこととなった。お前たちにもいろいろ迷惑をかけたな。そんな、オデルさんが無事に戻ってくればそれだけで。そうだぜ兄さん。それにアスクレプオスの修理が終わればこっちのガンダムは3機になるんだ。これでオズプライズにも負けはしないぜ。ああ、 MO5 にとってかなりの戦力になるだろう。しかし問題はパイロットか。MO5 がオデルの帰還によって活路を見出し始めたその頃、バルダー・ファーキルに掌握された新生オズプライズもまた今後の総統に向け新たな余興を催すべく行動を再開。さらなる新型機の開発に加え、月から来訪せし使者によりバルダーの手駒はさらに拡充していく。時にアフターコロニー195年12月、 MO5 を舞台に繰り広げられてきた攻防はついに最終局面へ差し掛かろうとしていた。平和な時代のために、
Yeah!
名誉特佐の腕前を見せてもらおうじゃないか。姑息な裏切り者は許しません。やってみせる。落ちろ。読まれていた。消えなさい。Thank you.
私はペルゲ上級奇術徳者じゃ。諸君も知っている通り、現在の地球圏は戦乱の中にある。地球の世界国家とホワイトファングの決戦が始まる。だが栄光と名誉の名のもとに勝利するのは我々オズだ。再び地球圏の覇者となるため、まずは MO5 を攻略し、これを信仰の呪しとする。そして世界国家とホワイトファングを打破し、我々の世を作る。諸君の一生の努力を期待する。
端から叩き潰してやるぜ。お祈りは済ませたか。バラバラになんな。じゃあ、あばよ。私は無敵、無敵なのだ。ならば腕の違いを教えてやる。とどめを刺す。終わりだよ。読まれていた。
この選択がベストか。このガンダムグリープで決めてみせる。やるぜ、全力でな。PX システム、オーバードライブ。蹴りをつけてやる。こちらも仕掛けます。悪いが俺の敵じゃない。落とさせてもらう。遊びでやっているわけではないんでね。
くと同時に一斉射撃。レーダー補正、タネを敵の足を止める。あとは任せた。
ちろ！とどめを刺す！よくも！寒いよ。騎士の誇りにかけて、あいつらは私が守ってみせよう。